さんどうも こんばんは。どうもこんばんはってところの今朝なんですけど、夜中3時でございます。コンビファンゆうきです。はい、ということでございまして、ただいまですね、私わーこれちょっとどうればいいんだこれ、ですね、北海道の今私、まあ、自分は北海道なんですけど、友達のうちの帰りなんですけども、今岩見沢方面ちょっと走行しております。まあ、岩見沢から今これ、北の方に向かってるんですけども、今これ三笠っていうところかなですね、三笠市っていうところです。夜ちょっと10時ぐらいですかね、10時ぐらいの時間帯にちょっと岩見沢に行ったんですけど、その時ですね、チラチラしか雪降ってなかったんですけども、で先ほど今あの状態だと実は今ね、4車線の車線がですね、2車線状態の感じの走行になってます。で、あれ除雪でああいう道になってたんですけれども、まあ、なかなかあれは多分北海道じゃないと見受けられない道路だと思います。でこの夜中はですね、どうしてもこの3時とか2時とか3時の間とか4時とか、まあ、4時でも5時もそうですけど、除雪してる時間帯なので、道路って、まあ、いっぱい降って、まあ、30センチ、40センチ積もった雪っていうのはですね、まあ、今多分これ、まあ、除雪されてない状態なんですけど、この状態になるんですね、真ん中にこう雪が残ってるとか、まあ、あとも道路自体に雪が結構残ってるみたいな、除雪入るとこの状態じゃないんですね。ここで今除雪入ってますけど、除雪入ったらこの雪が全くないんですけど、除雪ない、除雪されたいところはあんなって感じです。ご視聴ありがとうございます。オールプロデュースバイコミファンゆうきでお送りしました。また見てね。